これは大綱の天狗の物語。蒙古と天狗は手を結び、クバラの村の乗っ取りを企て、そしてある伝承の剣客はほの暗い洞でクロードを待ち構える。まず漁師との出会いから物語は始まる。どうかクロード様、友をお助けください。崖下にはカラスに囲まれた人影がある。腹をすかせた黒い目は獲物を見定めていた。ああ、あそこ天狗です。恐ろしいカラスの妖怪。伝承のクロード様。バルツだ。ありがとうございます。大綱の村にいたところ、幾千もの艦が現れたんです。俺の船があります。どうか村をお救いください。天狗が行くところカラスの姿あり。そして破滅をもたらすのだ。天狗は思いのままに姿を現し、人を操る妖怪。人の夢にするり大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。
返す。私は百発百中さ。ありがとうございます。恐ろしかった。ティルピシパスンベオイロプロフ。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪とも話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで聞き取れたのは一つだけ。ハンニャ。Ну-ка, сама чем нам сомкнуть!
ブデラから来たようです。それとホラ、ホラにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために。何も知らぬまま進もうというのか。民は怒っている。この島も怒っている。天狗が体を得たことで、じきに我の再来が知れ渡る。民は森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。道はさらに続いている。驚いただろう。
ついに洞にたどり着いた。中から大きな力を感じる。とてもまがまがしく、人の断りを超えた力を。天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力を超えているようだ。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱のために安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。